リングはねつけたりするかにゃ。そう、所有物を無駄に増やしたくないんだよな。カバンとか持つ？今日はねボストンバッグ買ってきた話してた配信で。ネックレスとかもノーブランドよ基本。ピアス何個開いてる？右がね8個で左が4ぐらいかなだったかな。嘘、右が1個で左が0かな。イヤーカフ好きだから僕。見てみ、見えるでしょ今これ。だからピアスとカフだから。ピアス痛くて開けるの好きじゃない。へそピ、いやーもうダメ。下ピ開けたいな。じゃあ下ピつけてる人とキスしたらちょっとエロそうじゃない？おらんかな、下ピつけててチューしてもいいよっていう人。エロそう、マジエロそう。すっごいエロいよね、すっごいエロいよね。絶対エロいってあんなん、絶対エロいって思ってる僕は。僕下ピとか、なんだっけ、下2つにな、下先が2つになってなんて言うんだっけ、ちょっと名前忘れてたけど、切ってる人いるじゃん、下をベロを縦に、スプリットターン。でスプリットターンとか絶対エロいよあれは。もうあれはもうすごいよ、あれはもうすごい、絶対あれはもうすごいよ。あれにこう、あれはすごいよ、大興奮よあれは。あれで手でされながら舌先でいじめられると多分ね一番エロいと思ってる僕は。あれが一番エロい手法だと思ってるわ、経験ないけど信じてる僕は。そう、僕いつも思うもんな、これ絶対すごいってって思う、マジで思うわ。いやあれ絶対すごいよマジで、すごくないわけがないもん。まあ多分一生経験しないんだろうなと思ってるから、経験した人があっても別にそうじゃなかった、そうでもなかったよみたいなのをやめてね。夢のまま夢で終わらせて、夢は。あれは絶対エロいなって思う。まあいやだってもうそんなんあれやん、絶対うまいやんこれみたいな、ステーキ食べるみたいな。いやもうそんなスプリットターンのライバーとか出したらあかんよ、あかんって、それはあかん。もうバンよバン、もうどんな顔して見たらええんそんなん。追うわ、それだけで押すわもう。まあでも苦手な人は苦手なんだろうけどね。あれはやばいよね絶対、人知を超えてるわ。許されていいのか本当に。実際さ、いるリスナーさんで、私スプリットターンですよ、僕スプリットターンですよって人。もう嘘とかやめて本当に、それはもう絶対やめて。それはさすがにいないかな。うわいるやん、一人いた一人。ノーマルターンです。まあ別にノーマルはいいんだよ、ノーマル。すげえ、やっぱ痛いのかな、あれってなんか自分で切るんでしょ。耳ならブチブチ開いてる、でも耳いっぱい開いてる人もいいなって思うけどね僕は、見ててええやんってなる。彼女がそうだった、いやもうなんかイラついてきたわ、あー気悪、さすがにそれ気悪いわ、いくらなんでも、いくら僕でもそれは気悪い。ちょっとないね、やっていいことと悪いことがあって、そのうちの悪い方だわ。いやマジか、ちょっと気悪くなっちゃったな。今日の配信終わろうかな。それはちょっとな。